で、今日もまあ、いつも通りやっていくんですけど、今日はね、初体験。もうゴーヤ。これね、びっくりした。もうね、中に白い綿がついてんねん。知ってた？みんな。俺中はな、てっきり空洞か、まあなんか森の妖精とか、そういう可愛らしい人がいるんかなと思ったら、誰もいんくて、もう白い綿みたいなの。何これって思って。もうなんか、もうおぞましいと思って。まあでもそこも、愛らしいんやけどな。でね、ちょうど今10月、まあ半ばぐらいになってきて、なんだかね、なんかこの気持ちわかるかな。なんか、もう少しできたんちゃうかっていう、今年ね。まあ、まだ終わってないけど、まあ俺はね、一年中夏やと思ってるんで、あ、違うこれ。でもね、まあ一年ってあっという間でね、まあ人生ってこうやってすぐ過ぎて、もうとすぐ年取っちゃうんやろなと思いながら、まあ毎日を生きてるわけでね。やっぱりね、特にこの20代とか、今の時期何をするかが、やっぱ将来に40代、50代とか、まあそこまで生きてるか俺わからんけど、まあもし生きてたらね、まあ絶対繋がってくるなと思うんですよね。だから一日たりとも無駄にできん。まあけど、ぐったりするときも、まあいいんやけど、やっぱ、な、昼寝とか気持ちいいですよね。昼寝はね、気持ちいいね。2時間とか3時間とかやっちゃうと、夜も寝れへんくなるけど。え？何これ？ でもやっぱりね、その日々その考えながら生活するのって、やっぱそれだけでもちゃうと思うんですよ。まあ、全然 YouTube は伸びてないんですけど、まあその中でね、やっぱどう伸びるかっていうのもいろいろ考えつつ、やけど自分のためになるのが一番じゃないですか。だからそれも考えつつやっても結局アニメ見て寝落ちするっていう最高よね、それ。最近キングダムがめっちゃ面白いんですよ、あれ。まあちょっとまあなんかよ、自分でもようわからんねんけど、まあ正直ね、このゴーヤといろいろ野菜入れることで精神的にね、すごい満たされるんですよね。ほんまに。なんて言うんやろ。やっぱね、市販で買うものはいいけど、それはたまにして、こうやって自炊とかしてると、マジ美味しい。マジ美味しいって 意味わからんね。まあでもね、ほんまに美味しいんすよねー。あ、これうまくいく気しかせんねんけど、大丈夫ぞ？な。大丈夫ぞ？で、炊飯器でちょっと水気多くなっちゃったけど、めっちゃ美味しかった。で、こうや、ゴーヤって、こうやのあれ。